コロナドはアメリカ海軍のドック型揚陸艦及び指揮艦。クリーブランド級ドック型輸送揚陸艦の5番艦として建造された。カリフォルニア州コロナドにちなんで命名され、その名を持つ艦としては2隻目である。クリーブランド級ドック型揚陸艦は全艦が建造時より指揮設備を有しており、コロナドは1980年により指揮艦として専門に使用された。 コロナドは1965年5月1日にワシントン州シアトルのロッキードシップビルディング社で寄港された。1966年7月1日に浸水し、2年間の作業員不足と12ヶ月のストライキによる作業遅延の後、1970年5月23日に収益する。1970年代には大西洋艦隊に配属され、北部ヨーロッパから カリブ海、地中海へと多数の作戦に参加し展開した。1971年2月には、教習揚陸艦がダルカナルと共に AV-8、A ハリア V、エストール攻撃機の運用実験を行っている。1980年に指揮官に艦首変更され、ペルシャ湾に展開するアメリカ中央軍令下の第5艦隊機関、ラサールの公認となる。 1985年10月には配置転換となり、第6艦隊機関ピュージェットサウンドの公認となる。第6艦隊機関としての10ヶ月の間にコロナドは、イタリアのガエッタを母校とし、シドラ湾でリビアのテロリストに対する攻撃作戦に参加した。1986年7月には、第3艦隊機関となるためハワイのシンジ湾へ向かう。1988年1月、 アメリカ中央軍令下の第5艦隊の機関としてペルシア湾に展開した。11月9日に真珠湾に帰還し第3艦隊機関となる。1991年8月にはカリフォルニア州サンディエゴを母港とする。その時から第3艦隊ところなどは海軍の技術実験の中心となった。1997年により、 艦内ウェルドックを廃止する大規模改修を行い、1998年11月にが完了した。これにより、コロナドは最新式のネットワーク通信装備を搭載したアメリカ海軍で最も先進的な指揮官となった。2004年には指揮官ブルーリッジのドック入り中、臨時に第7艦隊機関を代行した。2 0 0年9月30日には退役し、以後は カリフォルニア州のサスーン湾にある予備役官邸係留地で保管された。米海軍はサスーン湾に係留されている官邸を2017年までに段階的に撤去する計画を進め、コロナドには最終駅もしくは外国への譲渡の計画は立てられず、廃艦とされることになった。コロナドは2012年9月12日、グアム島南方の海域で、 実弾演習の標的とされ沈没した。ありがとうございます。